今回はバトルということで、バチバチによろしくです。まあ今回自分がサビを結構担当させてもらって、ロートーンの低い声でちょっとバトルをこうヒリヒリとさせるような、結構納得のいくレックでした。楽曲自体が負けを認めるか自分が勝ちを決めるかみたいな、そんな感じのもうリリックになってるので、一つの作品としてもすごいいいんですけども、その作品の中にこうなんかこうやり合いが見えるような、ぜひ聴いていただきたいなと思います。まだ見たことないとか、ライブとか来たことないって方はこの機会にね、ぜひね、来ていただけたらすごくいいタイミングなのかなと思いますので、ぜひぜひバトルオブ東京をチェックしてみてください。お疲れ様でした。